はい、今どこに行くかっていうと、タイの上空から、バンコクに戻るためのね、バス乗ってるんですけど、そこの中で前フェリーを利用してます。上空からまず本土に乗らないといけないんですけど、フェリー利用です。所要時間30分ぐらいです。だから今ね、ここのデッキ上、まあ、日本なんかでもフェリーってあると思うんで、同じような感じでね、まあ、上の方でこう、まあ、待ってるんです。で、これから行きます。費用はいくらかっていうとね、これ80バーツ、ただまあ送迎とか全部含めての料金で700バーツ、バッグとかね、インバンプレートとかアイスがかかってるんで、今回決まったみたいですね。バンコクまで、まあここ降りてね、でまたハイエース乗り込むんですけど、6時間ぐらいかかります。結構遠いです。ハイエースとかだといいんですけどね、結構ぎゅうぎゅう満帆に詰めるんで、なんか後ろの方の席だとあんまり後ろに下げれないんで、結構早いんだけど、今ね一番助手席に座ったんでよかったです。助手席ちょっと後ろ下げれるし、なんかすごい